はい、ゼイチェンです。今回はですね、車で行ける離島氷島にあるですね、氷オーシャンタワーに行きたいと思います。ここ氷島はね、沖縄本島の北部にあるね、まあ、今から見えてきますけれども、デージ綺麗なね、エメラルドグリーンの海に囲まれた小さな島です。今やね、観光客の方にもデージ人気なスポットでね、僕がやっているインスタライブで質問をね、みんなにしてるんですけども、その中でね、次の沖縄旅行で行きたい場所ってどこですかっていうのをね、質問したところ、一番がね、この氷島でした。ここはね、アクセス的には那覇空港から車で約2時間ぐらいかかるところで、繁華街からね、かなり遠い場所にあるんですよね。例えば那覇とか、あと北谷とかね、ああいったところからでもやっぱり1時間半から2時間ぐらいかかるなというところにあります。だからね、車じゃないとね、やっぱりね、時間かかるんで、バスやタクシーで行くっていうのはね、ちょっとおすすめできないスポットになってるんですよね。まあ、それぐらいね、本島の中でも遠いところにあるので、まあ、沖縄県民の中ではね、ドライブコースとしてね、非常に人気のスポットになってます。とはいえね、この今通っている氷大橋ね、これがね、できたのが2005年ということでね、最近なんですよね。なのでまだね、行ったことないよっていううちなんちも多いと思います。だからね、ぜひね、ここね、今動画にも見えてますけれども、デージ綺麗なんでね、ぜひ行ってほしいなと思います。うちなんちが見てもね、びっくりするほどの綺麗さです。で、そこの、まあ、真ん中をね、この大橋で通っていって、で今回はね、それを上から見下ろすっていうね、オーシャンタワーがありますんで、そこにね、行きたいと思います。まあ、動画のね、最後の方ではね、サンセットの中をまた走るっていうね、動画が一番最後になりますから、ぜひね、最後まで見ていってほしいなと思います。はい、こちらがね、氷オーシャンタワーですね。氷島はね、車でね、一周できるようになっていて、さっきのね、動画見ていただいたドライブのね、動画あると思うんですけど、あそこね、今右に曲がってきたんですけど、まっすぐ行ったらね、一周できるようになってます。多分ね、一周してきた方がね、綺麗な海見れますから、楽しめますよ。で、ここと、まあ、ほんと正反対ぐらいのところに、有名なね、ハートロックっていうね、ところがあります。で、今回はね、ここのタワーの一番上の方からのね、眺めっていうのも映しますのでね、はい、ぜひ見てみてほしいなと思います。こんなね、自動のカートに乗ってね、上の方まで行きます。で、上の方に貝のね、展示があって、そこのまた上どんどん登っていくとタワーになっていてね、眺めが見えるようになってるんですけど、このカートをね、乗りながらね、氷島のね、説明を受けることができるんですよ。うん、だからね、お子さんと行ってもすごい楽しめると思いますよ。氷大橋の長さは多分約2キロですよね。こんな風にね、自動カートに乗りながらね、南国の草木を見ながらゆっくりゆっくり上がっていくんですけども、この自動カートってね、パイナップルパークと一緒のような感じですよね。まあ、行ったことある人は分かると思うんですけど、まあ、そことね、ちょっと違うのがね、このオーシャンタワーはね、やっぱりね、上の方に登っていくんで、風がね、デージ気持ちいいんですよ。だから涼しいんですね。まあ、景色もね、海っていうこともあって。だからパイナップルパークはね、僕が行った時は夏っていうこともデージ暑かったです。まあね、時期によっても全然違うと思うんですけれども、涼しくてね、気持ちいい感じで登っていけますよ、ここは。パイナップルパークはね、まあ、パイナップルの匂いとかね、そういう自然、まあ、亜熱帯のね、自然の中を行くっていう感じなんで、ちょっと違うのでね、また楽しみ方が変わってくると思います。今の時期っていうのはね、11月なんですけれども、まあ、晴れてたんでね、これだけすごい綺麗なね、景色が見れるんですけど、雨だったらどうするんかなってね、デイジね、不思議に思いながら登ってました。もう風も強いからね、どん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 ね、雨が入ってくるし、濡れるんじゃないかなと思ってね、心配してたんですけれども、まあ、多分ね、ちゃんとカバーとかかけてくれるんでしょうね。
後からね調べたらね、あの降水確率が 60% 以上になるとね、雨の日割りっていうのもあるみたいですよ。大人850円が600円になるっていうね、まあ、安くなるってやつですね。なので雨の日行ってもね、まあ、安くもなるし、景色はねもちろん綺麗なのでね、行ってもいいかなと思いますね。この自動カートで登っていく途中にね、フォトスポットっていうのがあります。自動で撮ってくるんですよね。ハイチーズって言ってからね、でそれまあこれもねパイナップルパークにもありますよね。なので後からねまた現像してから渡してくれるんですけど、ぜひねカップルだったり家族で行った人たちはね思い出に買ってみてもいいかなと思います。あとねこの氷島オーシャンタワーのね中にはねハートがねいっぱい散りばめられてますんで、まあ、それもね探すのも一つの楽しみですよ。はい、でね着いたらねこういう施設に入り口がありますんで、すぐねそこに入っていくっていうような感じになってます。まあ景色はねやっぱこういうね、これ帰り道ですね。はい、景色デジーですよね。帰り道も最高ですからね。でここに入っていって、ここではまずね貝の展示が行われてます。世界からね1万点以上のね貝を集めた展示がされてますんで、いろんな、ね、珍しい貝とか、あとまあさっきあった、はい、ハートのね貝とかねいっぱいありますから、ぜひここでね楽しんでいってくださいね。デージでかい貝があったりとかね、あと赤いサンゴとか珍しいものもあって、すごい楽しめましたね。まあ、いろんなね、もう数も相当多いんでね、いろんな貝が見れると思います。で、それが過ぎるとね、氷島の集落の、まあ、内容とか歴史とかね、あと年中行事とか、そういった展示がパネルでね、されてるものがあって、そこからもう一個上に行くと展望台になりますね。この景色ねすごいですよね。ここねまだね展望台部分の下の部分なんで、まだ上がありますからね、まあ、楽しみにしてほしいなと思うんですけど、直に見たらねびっくりしますよ。エレベーターが開いた瞬間ね、デージ綺麗なんでね、室内がね若干暗いんでね、ほんと海の青さとかね空の青さとか景色がねより鮮明に見えるようになってますよね。デージ綺麗ですね、ほんとここは。でここから階段登ってね、さらに屋上の方に行けますからね。でここがね一番上じゃないんです。もう一段あるんですよね。で鐘があるところですね。晴れた日のねここからの景色は本当最高です。もう高所恐怖症の人はねちょっと怖くなるぐらいのね高さにあるんですけど、この景色はね絶対見といた方がいいですよ。氷島はね古くから恋の島って言われていて、まあ、氷島のね語源は恋島って書いて恋島なんですよね。まあ、沖縄版のねアダムとイブのようなね言い伝えも残っています。まあ、だからね県内だけじゃなくて全国からカップルの人たちが来てねこの鐘を鳴らしてで写真撮るスポットになっていますよね。
まあ、氷島はね車で行ける離島ってことでねドライブのイメージ強いと思うんですけれども、最近ではね民宿とかあとおしゃれなカフェとかね、あとすごい綺麗なビーチがありますね。ティーの浜っていうねハートロック、岩がねハートになっているビーチがあるんですよ。それが見れるビーチね、まあ、そういった形で遊べる場所もいっぱい増えてきてて、まあ、ドライブでね行くっていうよりも、まあ、1日遊べる、まあ、泊まりで行けるようなねそんな離島になってきてるので、まあ、ぜひね氷島で遊びたいなっていう人はね泊まり検討してもいいと思います。氷島オーシャンタワーはね展望台だけじゃなくてショップもあります。でここではね氷島の特産品島かぼちゃのねまんじゅうが売ってました。試食したんですけどねすごい美味しかったですよ。右側にはねこういった形で工場も併設されててね、まあ、出来たてがすぐこっちに並ぶよっていう感じでね非常に美味しかったんでねぜひ試食してみてはいかがかなと思います。ハイビスカスの、ね、葉っぱを使ったベニっていう、ね、ドリンクも置いてました。これ昔から結構あるんですけどね、まあ、あんまり、ね、売られてないんでねぜひいかなかなと思います。お酒に割ったりとかしても美味しいですよ。そしてね外に出てくるとこういったねヤシの木の前でね何か食べたりとか、あとはね飲食店があるのでそこのねエントランスで食べて、電子綺麗ですよね、景色いいですよね。こんな感じでね外で食べることもできます。この景色の中でね食べれるカフェとかね飲食店っていうのは沖縄でもそうそうないと思いますね。まあ外でもね食べたかったんですけどね今回僕はね中の方でね食べました。まあここオーシャンブルーっていうねカフェはねまずスイーツが有名っていうのと、あとはアグーのミートソースパスタですね、あとピザというのがまあおすすめのメニューみたいなんですけどね。今回僕まあ一人っていうこともあってね、まあ、ピザ食べようかなと思ったんですけどね、一人前ありますかって聞いて ありますよって言われたんですけど、なんか外でもないしねピザって感じじゃないなと思ってね今回はアグーのミートソースパスタにしました。外のね風景もいいんですけれども、まあ、11月とかはねちょっと肌寒かったりとかもするので、風がね室内からでもこれだけの景色が見れるんでね中の窓際でもいいと思いますね。でこちらがミートソースパスタですね、アグーのね、で島かぼちゃのね特産品のスープもついてきますしサラダもついてきます。でこれがセットメニューになってるんですけど、まあ1680円ってねおっしゃるねちょっとまあ高いイメージですよね。ただまあこれだけの景観がありますからねまあ全然いいかなと思いました。味の方はねアグーが入っているということもあってねかなり肉肉しくてねすごい美味しかったですね。結構こってりという感じでした。僕は好きな味でしたね。あと島かぼちゃのねスープもね濃厚でねすごい美味しかったですよ。ボリューム的にはね男性からするとちょっと少ない安さって感じる人もいるかもしれないんでね、まあカップルできたりとか家族できたらねオーシャンカフェのおすすめのピザもね一緒に食べてみてはいかがかなと思います。はい、今回はねこれでね帰ろうと思います。いかがだったですかね。今人気ナンバーワンのね氷島にある氷オーシャンタワーね、まあ、すごい絶景ですよね。氷島はね結構ね有名スポットも多いです。まあ、ハートロックっていうね岩がハートになってるところがこのオーシャンタワーの反対側にあったりとか、まあ、あとは島をね巡るだけでもね、まあ、ウージサトウキビね菜畑がねいっぱい広がってて非常にね雰囲気もいいのでねぜひ、まあ、ドライブだけじゃなくてね泊まりに来るっていうのもおすすめできますね。しかも最近ね結構開拓されてきてるんでね、どっちかっていうとおしゃれなカフェとかねおしゃれな民宿とかねそういうところが多くなってきてるっていうのもね沖縄県内では結構珍しいなと思います。まあなんか茶炭みたいなねイメージがある
車で行ける離島なんでね、多分ね、見てる人たちも気に入ってくれるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、氷島、多分ね、行きたいよっていう人たちね、デジバンナいたんでね、行くと思うんですけれども、その時にはね、このオーシャンタワーもね、顔出してみた方がいいなと思います。ナレーションの方はね、もうここで終わりになるんですけれども、ここからね、この夕日を見ながらね、氷大橋を走るっていう動画をね、撮ってますんで、ぜひね、癒されたい方とか、夕方のね、景色見たいよっていう方はね、最後の方まで見ていってもらえると嬉しいです。ではですね、また次の動画でお会いしましょうね。